皆さんこんにちは。横浜 FC CRO の内田智也です。本日はウニバル似顔絵大会ということで6名の選手に来ていただきました。今回はこの6名の選手に似顔絵に挑戦していただきます。フリマルの友達ということで皆さんに上手なフリマルを届けたいと思います。よろしくお願いします。制限時間は10分です。手元にフリマルの見本を数枚置いてますが、そちらの見本は開始から2分もしくは3分ぐらいで回収します。残り7分ぐらいは、イメージして書いてもらえればと思います。イメージ、ただどうしても見本を見たいという場合は手を挙げて助けてフリマルと言ってくれたら、助けてフリマルですね。そう、助けてフリマル、ちょっと見せます。ちょっと見せるので、はい、今その最初の見てる2分間の間に書いちゃっていいですか。はい、まあ、いいんですね。色塗りまでしっかりやってくださいね。はい、イメージ入れなければいいと思うんですね。準備いいですか。はい、じゃあ、よーい、スタート。結構いきなりやります。まあ、見ながらいいんですか。見ながらいい。いやいや、みんな顔だけなのかな。いや、全身入れると難しくなる。難しくなる、はい、俺は入れますけどね。うまい。やっぱ武田さん多分うまいと思うんで、ちょっと試合見せてほしいですね。試合で見せてほしい。うまい。やめろそれ。え、試合では違い見せてないと思う。見せてます完全に武田さんの左足にやっぱ見せてますね。なんかね、大きく書くと難しいな。コウスケは長いからね。そうよ、楽勝だよね。はい、
いらないよ、日本ね。はい。下手下手。日本語うまい。まず日本語うまい。まだまだ。難しいね。普通に。難しい。タッチがすごいね。ブロ水墨画みたいな。はい。日本はあと1分です。あ、やばい。やばいやばいやばい。いいね、ぜひ。いや、俺はもう。いいですね。そういうの、そういうの。スンスン系の描き方もね。仲いいね、やっぱ。ジオは仲いいよ。ジオ大丈夫ですよ、なんか。背負っても大きくないけど。いつも車のパンツ履いてるもんな。そうなの。え、もう色々いいですか。早いね。俺も下書きだったんで。変わらず行く？下書き。もう色やばいな。これ色むずいわ。じゃあそろそろ回収しますね。いいですか。あ、そうか。色を見ちゃダメってことか。そうそうそう。あ、じゃあちょっとそれは話変わってくる。富士山取り上げましょう。取り上げていい？はい、どういう、それであれ見せてくれたら。じゃあ回収します。ドリサイドじゃないんだ。もういいね。回収しますね。詰んだかもしれない。タスマルかも、助けて振り回るかもしれない。早い。オッケー、回収しますね。黄色、あー、つけましょう。オッケーオッケー。マジ、Aさんには負けてないの。オーバー？いいじゃん。かわいい。めちゃめちゃうまいっすね。え？そんなやわらかいタイプある？女性だ。なんか、シャッシャッシャッって書いてる。シャッ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 。下書きはやっぱシャッシャッ。ここからでもスピードアップしないと。え、あと何分ですか？え、違う。何分ですか？見とる今。7分で、7分。あ、7分。青の加減とかもさ、いや、だそれが難しいんだよ。青の加減、青の加減、青の加減、青の加減。クレヨンだったらなぁ、いいんだけどな。すごい、なんか、困るっちょ。マッキーは聞いてないよ。マッキーむずいよね。むずいでしょ、これ。すげえじゃん、武田画伯見てるじゃん。クレヨンなら。ちょっと、思ってるより、すごい、俺が思った。あ、そう、臭いっていう。協力プレイあり。あ、濃いね、確かに。協力見てるもん、手立てない。え、でもあと7分あるでしょ。そうだね。結構ありますね。うん。やべ、はみ出した。いや、全然足りない。助けてきます。いや、大丈夫です。ちょっと欲しい感あるよね。助けてグリマル欲しいかも。いやでも絶対1回ぐらい使わないと絵的に使わないから。絵的に。助けてグリマルはいいですか。助けてグリマル。え、そこそこでいいのか。助けてグリマル。来たね。何も言ってなかったんだから。いや、ちょっと ねうわ。いや、合ってるわ。あー、オッケー、オッケーです。ありがとうございます。あー、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。あ、そうか。やばすぎて、危ね、口の中も忘れてたわ。おー。そうです。今ちょっと怖い。あれ何色だっけ。おフリ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 。助けてくださいうわ、出た。しょうがないな。出たな、怖い。これだよ。あー。なるほどね。うん。あー。むずい。なるほど。うわ、地獄。水色、はい、ちょうだい。水色、鍵に行ってる。いや、違う。色の色がむずいの。とりあえず。それだけ言っとくので。いやー、ちょっとメイクの濃いフリマルになっちゃったな。アイライン太め。ちげえな。水が入ってきて。みんなどれぐらいうまいんだろう。
上手だね、でもね、うん、間に合わせます、締め切りまでには漫画家みたいじゃん怖いな、なんかきついなぁ。グッズかこれを難しいね、しかも企画だよね。ですよね、嫌だよ、嫌だよ、知ってんだよ余計なことして余計なことしてドツボにハマってる人が一人やってたしかもやったわめちゃめちゃうまい、うん、そう、じゃあそろそろですよ。はい、10秒前です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。一旦ペンを置いてください。はい、選手の皆さんお疲れ様でした。こちらの似顔絵は5月15日徳島コンティッセンフリマルまみれデーにおける選手によるフリマルの似顔絵展にて展示いたします。ファンサポーターの皆さん、15日一発三沢球技場でお待ちしています。試合の後にあんだけ絡ましてもらってるんでうまく描けるか心配でしたけど、まあ、この評価はフリマルに委ねたいと思います。ありがとうございました。まあ、あの顔は結構満足できてるんですけど、体のこうバランスはちょっとなかなか難しかったんで、そこをまあ次回またチャンスがあれば、次は体と、まあ、下半身をもうちょっと描いてあげられるようにしたいなと思ったんで、ちょっとまた描かせてほしいなと思います。ありがとうございます。自分の評価点は100点です。ハマる人にはハマるかなと思います。ありがとうございました。はい、私のフリマルちょっと筋トレしました。でも、はい、いつも応援ありがとうございました。筋トレして大丈夫です一番フリマルを自信を持って書くことができました。まだ細かいところとか可愛いさを表現できなかったので、次チャレンジするときはもっとディテールにこだわって描きたいと思います。皆さん可愛がってあげてください。はい、5回やりました。最後入れなくていいや。じゃあもう一回でいきます。フリマルを自信を持って描くことができました。次チャレンジするときはもうちょっと可愛さだったりディテールにこだわりたいと思います。ありがとうございました。自分的には素晴らしいフリマルをかけたと思っています。これからもっとフリマルと絡んでいけるようにしたいと思います